やあ、ドロシーちゃん。似合う？似合うわよ。そうそう、今日は美味しいパンが焼けたから、お裾分けにと思って。わあ、これはありがとうございます。これが最後の差し入れよ。なぜなら、このパンの中には爆弾が仕掛けてあるんだから。あんたがこのパンを食べたとき、世界一の魔法使いの座は、あたしのものよ。ちょうどよかった。今日は良い天気ですから、チャチャたちみんなとハイキングに行こうと思っていたんです。後でみんなで食べましょう。私も？もちろん。今度こそ抜かりはないな、ソーゲス。はもちろんでゲス、大魔王様。今回は双子の魔法使いを送り込んだでゲス。二人でかかれば勝ったも当然でゲス。ソーゲスよ、笑うのはチャチャを倒してからにしよう。申し訳ありませんでゲス。元気に遊んでるかい？私たちは双子の魔法使いビューティフルランタンお姉さんとサンデーカンカンお兄さんだよ。よろしくね。今日は良い子のみんなに今魔法の国で大流行のマジカル体操を教えに来たんだよ。一緒にやってくれるかな？マジカル体操だって。なんだそれ。書いて喉が渇いたろう。良い子のみんなにはこのパンダ印ドリンクをプレゼント。わーありがとう。ラッキー。飲んだ。おバカさんたち、まんまと引っかかったわね。こんなガキ騙すのわけないぜ。この人たち急に大きくなった。なんか服がスカスカ。見てよカンカン、私の作った若返りの薬大成功した。服ぐらい合わせてやりなさい。私たちをどうする気？元に戻さないとただじゃおかないぞ。ただじゃおかないとどうするんだろう。何？チャチャさん、こんなやつ魔法でやっつけちゃいましょう。よし、俺が。これでこいつらを大魔王様の元にお届けすれば、大魔王様も大喜びね。誰か来るぞ。いやー、いい天気ですね。そうね。ねえ、もうそろそろこの辺でお弁当にしましょうよ。ダメですよ。お弁当はチャチャたちと合流してからです。あれはセラビー。そうだ、若返りの薬をセラビーにも飲ませる。そこで赤ん坊になったところをやっつけてしまえば、世界一の魔法使いの座は我々のもの。大変、セラビー先生が危ない。あー、空は青いし空気は美味しいし絶好のハイキング日和ね。ほら、小鳥たちもお弁当が食べたいって言ってるわ。ドロシーちゃん、今日はちょっと壊れてますね。いやね、ドロシーちゃんが壊れてるのはいつものことじゃない。ああ、それもそうですね。誰が壊れてるって？あのね。はい。え、ドロシーちゃんきっとお腹が空いてるのよ。ああ、なるほど。それでさっきからお弁当のことばかり言って。いや、そんな無理しないで。さ、ガブッと。分かっててやってないか、ひょっとして。一
体何のことです？それともドロシーちゃん、僕に何か隠し事でもあるんですか？あー、もうなんかやみくもに悔しい！おや、あんなところに茶店が。ドロシーちゃん、あそこで少し休んでいきましょう。あんまり怒ると血圧上がるわよ。誰のせいだと思ってんのよ！こらー、来るわよ。よし、やかましいガキどもだ、これでも食らえ。チビども騒いでも無駄だ。そのおしゃぶりをつけるとバブバブとしか喋れなくなるのだ。こんにちは。いらっしゃいませ。バブ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 。いやー、かわいい赤ちゃんたちですね。この子なんかほんとチャチャそっくり。あんた本当に子供好きね。ええ、誰か見たく性格がひねくれてませんから。お待たせしました。中学4000年の味、特製ウーロン茶です。それは美味しそうですね。何騒いでるのこの子たち。さあすみませんね、気になさらずに。どうぞ。それじゃ遠慮なく。バブ、でも少しは飲んだはずよ。あい、たたたたた、大丈夫ですか僕。先生が子供になっちゃった。あらら。とりあえずよしとするか。どう、私の作った若返りの薬の威力は。若返りの薬？するとこの赤ちゃんたちは。昔のドロシーちゃんだ。嘘だ。あとは服を整え。髪を整え。ほら、昔のまんま。はーい、目線こっち。エリザベスそっくり。エリザベス。ああ、ドロシーちゃん、かわいい。へえ、うっとうしい。いい加減にしてよね。私はあんたのおもちゃじゃないわ。昔は性格も可愛かったのに、何があなたをそこまで変えてしまったんでしょう。あんたのせいでしょ。うっとうしくつきまとうあんたのせいでねじくれたのよ。今の私と似ても似つかぬ姿になったのも、ぜーんぶしつこいあんたを遠ざけるためよ。わあ、お似合い。やめんか。あれじゃ性格歪むよな。ドロシーちゃん、ダメだ、何言っても無駄だわ。いい加減に、我々を無視するのはやめてもらおうか。赤ん坊にはならなかったが、魔法の力は半減しているはずだ。セラビー、お前を倒して我々が世界一の魔法使いになるのだ。力を半減させたくらいでこの僕に勝てるなんて思うんですか。なんなの、あの余裕に満ちた顔は。強がりの底までだ。くらえ、木に変えたい攻撃。先生、危ない。焼けたタイヤだけにたい焼き返し。僕はパンダじゃないですから、そんなもんもらっても嬉しくないですが、お返しにこれを差し上げましょう。ちょっとそのパンは。さあどうぞ。どうです、気に入ってもらえました？あんたやっぱり爆弾のこと知ってたんじゃない。はあ、ダメだ、やっぱりセラビーは強すぎる。作戦変更よ。すごい、やっぱりセラビー先生。とりあえずこの子たちだけでも先に大魔王様のところに届けましょう。チャチャ、シーネちゃん、このカンカン様の作った年増やしの薬を飲まなければお前たちは一生その姿のままだ。一生このまま。悔
悔しいだろうセラビー。やいたまあ見ろセラビー早く。わーい、また一枚増えた。あんたは逃げられた一生やってろ。威勢のいいチビどもだな。自分の立場分かってるのか？あんたたち、カンカンの作ったあの年増やしの薬を飲まないと一生そのままの姿よ。ま、どうせ大魔王様のところへ連れて行くんだから関係ないかもしれないけれど、ともかくあんたたちにはしばらくおとなしくしててもらうわよ。あ、何をする気？バカにするな！いいこと、おちびさんたち。このオルゴールの音色を聞くと、誰でもぐっすり眠り込んでしまうの。え？ほーら、眠くなる、眠くなる。もう眠くてたまらない。自分たちも寝てる。よし、今のうちに逃げよう。待って、その前に土地増やしの薬を手に入れなくちゃ。うわーって。せーの。やったー。何でもいいから早くしてください。ん？重い。頭か。失礼ね、レディに向かって。いつの間に薬を。なんだか気持ちよくなってきたな。これって子供が飲んじゃいけないものじゃ。やんでもあろう。すいません、僕が悪いです。あんたたちなんか私の魔法でやっつけちゃうわよ。いでよ、ウサギさん。それのどこがウサギなのよ。耳が長くて目が赤けりゃウサギか。おしょうえ。なあ、この野郎。おのれ、計画がめちゃくちゃだ。僕のせい。僕たちがめちゃくちゃ。お前いつの間に。何なのその格好は。ちゃちゃさん、僕置いてどこ行ったの。うつろいにしようと思って頭巾までかぶったのに。頭巾ってあんたそれ防空頭巾なんじゃ。構うな、行くぞ。はい、やまずい足だぜ。そう思ったら向こう行け。そんな向こう行けなんて ひどいよ。出ないと。見つけた。
ては仕方ない。ランラン、オーケー、やるわよ。やったわ。これで洞窟ごと奴らもコッパみじんだ。なんでそんなに丈夫なんだお前らは。遅い。カンカン、やるわよ。おお、見よ、我々の奥義、ウルトラタッチ、ビューよ、出てこい。どう？びっくりして声も出ないでしょ？大きいヘビ。どこがヘビだ？ビューよ、ビュー。そんなボケたこと言ってられるのもここまでよ。やっておしまい。楽しかった。怖かったよ。バカ野郎、チキショってやんねえ、いてぜ。いいぞ、一気にとどめを刺すんだ。やっておしまい。待ちなさい。お前は見つけたわよ。はい、こっち向いて。いやー、ドロシーちゃんは怒っても可愛いなぁ。そういう場合か。早くあの子たちを助けて年増やしの薬を手に入れるのよ。はいはい、というわけで酔いざましの魔法。なんだ。いやー、気持ちいい。手上げタオルはあんのか。あったかいよ。いい湯だな。酔いざましにはお風呂が一番。そして引き続き濃いめのコーヒー。あとは服を元に戻して。あれ、ここはどこ？あれ、僕たち何してんだこんなところで。今から我々にやられるところよ。あんたたち思い出したようね。よくも僕たちを。赤ん坊にしやがって。許さない。生意気なことを。やっておしまい。あんまり生意気な口を聞くと今度は人のみにしてやるぞ。バカ野郎、そんなミミズなんかな、噛みついてやる。そうよそうよ。3つ。本気で怒っちゃったぞ。よし、あのチビどもを食べておしまい。これはまた随分派手にやりましたね。年増やしの薬、私の年増やしの薬はどこ？全部潰れちゃったんじゃないんですか？うるさい！相変わらず諦めが悪いですね。いや、どうやらこれが年増やしの薬みたいですね。え？ああ。
ドロシーちゃんが急に大きな声を出すもんだから、僕としたことが失敗失敗。あんた、私を元の姿に戻したくなくてわざとやったわね。やだな、僕がそんなことするように見えますか？見えるわよ。ああ、私を元の姿に戻せ。ああ、気持ち悪い、目が回る、頭が痛えよ痛えよ痛えよ。申し訳ありませんでゲス大魔王様。次、この次こそは必ず。お許しを。大変大変、ラスカル先生が交通事故に遭っちゃったんだって。それで代わりの先生が来ることになったんだけど、なんとその先生は雪女だったの。先生が動揺すると吹雪になっちゃうからもう大変。教室中雪だらけ。このままじゃみんな遭難しちゃうよ。早く先生